本作の舞台の一つ、横浜です。19世紀幕末の時代、最初に国外に開かれた横浜では、和と洋が入り混じった独特の街並みが広がっています。主人公は鍵縄を使って屋根の上に登ったり、装置アビキルを使って高所から滑空し上空を移動することも可能です。攻撃やガードを駆使しながら敵の攻撃を石火で弾いて体勢を崩すことも可能です。敵の武器と相性のいい流派を選ぶと、戦いを有利に進めることができます。戦闘では日本刀や長槍以外にも、海外からもたらされた短銃などさまざまな武器が使用できます。発明家である伊賀七と因縁を深めると、さまざまなからくり装置を入手できます。鳥火砲は伊賀七が作ったからくりで、現代の火炎放射器のような強力な遠隔武器です。鳥火砲や和洋折衷のアクションである銃剣など、西洋の技術を生かした武器をうまく活用すれば、強敵にも打ち勝つことができるので、ぜひマスターしてください。幕末を生きる人物たちと紡いだ因縁が物語に大きく影響します。ぜひ「ライズ・オブ・ザ・浪人」で一人の浪人として運命を切り開いてください。ようやくネズミ捕りにかかったのう。気持ちの揺れてないやつはついてこい。それに倒すも何もバックはもうとっくに死にてえなんで。